どうもクリンです。そしてイヤウチです。はい、今日はゴリラクリニックの室内練習場に遊びに来ております。いいよパフパフ、はい、もう間もなく天皇杯が開催されるということで、今年は香川県で開催、はい、で間もなく、ね、出発するというそのゴリラクリニックからね、今日はクーニンが、ね、矢内に呼び出されてね急遽来たわけやけども、はい、何やらこのクーニン TV 視聴者にお願いがあると。はい、ちょっとそうですね。はい、それ何ですか。今年で天皇試合、3年連続、すごいね、出場させてもらったっていうことなんですけど、一昨年がベスト4、感動的だったね、はい、東京開催で涙あり、涙ありのね、はい、涙しかなかった、ね、最後はね、はい、涙しかなかったんですけど大感動、はい、で、去年がベスト8、ベスト8、あれもね、いい試合だったけどね。いや、そうですね、どうしても勝ちたいんで、で僕なりにデータ出したんですよ。天皇試合のデータを全部出して、でも投手成績から打撃成績からもう洗いざらい、もういろんなデータを出して、もう数字を全部出した結果、一番僕らに足りなかったのが応援、応援、はい、応援です。はぁ一昨年東京で開催されたんですよ。その時はすごい、もういろんな知り合いの人とか、もうゴリラクリニックを知ってる人がいっぱい応援に来てくれたんです、うん、来てたね、はい、地元やし来やすいもあったしね、めちゃくちゃ来てくれたんですけど、うん、その点去年佐賀県で開催、遠いね、遠いなんですよ本当に。その時はちょっと応援の数が、まあそれはね、やっぱり地元と比べるとね、はい、確かにそれはね、そうですね、あのゴリラクリニックを見に来てる人が、ね、少なかったかもしれない、はい、そうですね。一昨年と去年の天皇試合終わりの、うん、僕のインタビューちょっと振り返ってほしいんですけど、うん、もう 今、はい、今出てると思うんですけど、あ悔しそうにインタビューしてるけど、はい、なんかこうグワーってちょっと足らんな、ちょっと落ち込んでるなぐらいの感じだったんですけど、うん、みんなからの応援、熱い応援があったからこそあれだけ一昨年は入れたというか、なるほど、もうここまで来てるんで、あとここなんですよ、ここの部分をちょっと皆さんの力でどうにかしてもらえないかなと。つまり言いたいことは、クーニン TV を通して、はい、高松、香川県で行われる天皇杯に来てくれよということでいいのか、はいはい、そうですね、クーニンさんもね、来てくれるということなんでね、はい、まあ、ちょっとね、言いづらいけど、おいロケが重なる、ロケが行けるとしたら、3日目の終わりとかになっちゃうんだね。あー、なるほど。じゃあ、準決勝、決勝を見に来れるということで、4回ぐらい勝ってくれないといけないかもね、はいはい、俺はね。なるほど、うん、ただでもなかなかあれやで、やっぱりその、はい、香川県ということで、ゴリラクリニックに馴染みのない人とかも来るときにさ、はい、ちょっと恥ずかしいとこもあるやん、あでもゴリラクリニックさんやっぱ東京のチームだしみたいなさ、はい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 、そういうちょっと一つ壁はあるで、ホームじゃないもん。そこで朗報です。朗報、朗報です。そんなあなたに、あなたに、はい、今回ゴリラクリニックオリジナルグッズのプレゼント企画は、はい、さあ、そのグッズを紹介してくれるメンバーがこちら、カンナミです。ハーデーす。お前笑うなよ笑うなよお前そのグッズを紹介してくれるメンバーがカンナミです。ハーデーす。笑うなって思う。おい、何回やんねん、お前何回やんねん、頑張れよ。しかもワンテンポまま合ったし多めに欲しがってたし、ちょっと尺欲しくなっちゃってランナーありのピッチングしてきたよ急にインパクト残したくて今日で殻破ったかもしれない。破ってたよ。ハゲタ君の最速は何キロですか。最速145です。球種は何があるんですか。球種はカーブ、カットボール、スライダー、そしてツーシームそして今回プレゼントは何ですか。タオルでございます。はい、ゴリラクリニックのタオル、オリジナルタオルだね、はい、これは結構まあ汗とかかいた時、僕試合中とかも使用させてもらってるんですけど、はい、めちゃめちゃいいです。フェイスタオルで
もう一つのタオルはもう一個あるのこちらです。あ、ちっちゃい中にもゴリラクリニックの、はい、ちょっとなんかエンボス加工みたいなのが入ってますね。そうですね、ちょっとしたおしゃれ今治タオル。今治タオル、めちゃくちゃ柔らかい、きちいやつじゃないか。はい、これもいいんですけど、これもめちゃめちゃいいです。で、ハゲタ君はこちらです。これはスタジアムジャンパー。そして次がデデン、こちらのちょっと伸びすぎて何か何か、あ、ごめんなさいごめんなさいパーカーになりますね。こちらもベースボールホリック、いいですね、これ一番応援しやすいかもしれないね。パーカー中毒になってください。パーカー中毒になってください。違う違う違う、ゴリラクリニックベースボール中毒になってください。でも総勢14名の方がこのゴリラクリニックのベースボールセットが当たるかもしれないという大プレゼント企画、はいはい、これはインスタグラム、インスタグラムとツイッターの2種類の SNS で各グッズを発信するんで、はい、コメント欄に熱い声援コメント、ゴリラクリニックこれだけ応援してるぞと、だからくれと、俺にくれというこの熱いコメント、あとにツイート、インスタはフォロー&コメントで、いいねもできればしてもらえればと思うんで、はいはいはい、で一応当選者には DM でご連絡するんで、 DM だけ開放してもらえるとありがたいです。わかりました。じゃあ皆さんね、一応リンクはこちらに貼っておきますから、はい、インスタとあと X の方でね、告知をすると、で多分各それぞれのなんか多分フィード投稿か何かがあると思うので、まあ、そちらの方いいねとコメントもしてもらって、欲しい思いとか、まあ、実際あと現地にね応援行けますとか、多分おそらくそういうことを書けば当選確率も上がってくるのかな。そうですね、はい、矢内が嬉しくなるようなコメントが確率アップするかもしれないですね。すごいな、お前完全に責任者なんかこの企画に関してはい、僕が見るんすよ結構見るんすよ、はい、天皇杯についての意気込みお願いします、はい、意気込み、もう今年で最後ぐらいの気持ちでやるんで、おお、はい、もしかしたら矢内をゴリラで見れるのは最後になるかもしれないです。そんな決意で、はい、そのために天皇試合に向けて新しい球種ももう覚えてきたんで。そうなの、はい、じゃあちょっとこれはこの後披露してもらいましょうかあ、全然、はい、クーニーさんに披露するんで。神奈美くん、はい、意気込みを、はい、今年こそは日本一絶対取るんで、皆さん応援よろしくお願いします。ハケタくん、はい、僕にとっては天皇試合、今年が初めてです。まあ緊張もするかと思うんですけど、まあ、ゴリラクリニック日本一取っていきたいと思います。矢内、新球種って何やん。実は空人 TV で1月ぐらい田口さんのパンやりましたね、はい、あれで僕見たんですよ。覚えたのあれで僕やったんですけど、すごいしっくりきて覚えちゃいました。すげえやん、はい、ちょっと投げてもらえる、どんな感じか。全然いいっすよ、今から。それではこの新球種パン、おお、すごいやん。はい、めっちゃ浮いてるやん。えぐいっすよこれ、もううね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 してたまんないっすよ、バッターは。すげえ、僕か、はい、おお、めっちゃいいやん、お前。はい、これ使えるよ。えげつないっすねこれはちょっと動画やめとこうい, やそうなんですよ、遅い球速がなかったんで探してたらちょうど、めっちゃいいわ、はい、見つかったんで。いくよ、神奈美くんが仕上がってるかどうか、シャトル近距離から投げてね、三振取りだと思います。うわ、この近さでえげつないな。うわ、空振りが取れない。いや、うおやばすぎだろ。カンナミが仕上がってるね。仕上がってます。この3年間で一番振り込んだんちゃう。いや、僕は打たないと勝てないチームなんで、僕が打って天皇試合優勝します。天皇杯は何番を打つ予定ですか。最近の試合だと9番です。え、カンナミ君が9番。悔しいんですけど9番です。すごい打線だな。ハゲタ投手は何やら三振が取れるピッチャーと聞いてるんですけども、はい、今シーズンの奪三振率を教えてください。今シーズンの奪三振率、なんと
14です。 14? はい、めちゃくちゃ三振取れますね。体も心も絶好調です。最高ですね、はい、ちょっとここでは今日投げれないと思うんで、はい、キャッチャーもいないですし、あのできたメディシンボールの強さで、はい、球の強さ表現してもらいます。やってみます。おもうこの一発で分かるな、この体幹の強さと軸の安定感が、はい、馬力はあります。球もそうっすね。はい、ということで今日の動画は以上です。ゴリラクリニックベースボールの皆さんは仕上がっています。ぜひ皆さんもね、会場に訪れて一緒にゴリラクリニックの全国制覇応援してください。応援してねーしてねーしてねー。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なしの仕掛けた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。